こんにちは。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです、はい。今日もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。これ見てください。すごいでしょこれ。今買ってきたんですなんか。これ高円寺の駅のなんか改札出たコンコースっていうかな。あそこにあって、ね、改札ですぐのところのよくね野菜とかね売ってるんですよ。産地直送の売ってるんですけど今日、うん、なんか気心かな、ね、わかんないけど、うん、割ると黄色い。朝どれ白菜を売ってたのでつい丸ごと買ってしまいました、うん。まあ、この丸ごと買ってきたからだからこその料理を今日ね、いいですね、ちょっと紹介したいなと思いまして、はい。で保存のポイントとしてはここをくり抜いて保存すると鮮度が保たれたまま、だからちょっとその特徴を生かした、うん、一品を料理をした後にメニュー名を決定したいと思います。はい、わかりました。それでは行ってみよう。はい、はい、どうぞ。はい、では行きます。はい、倒します、うん、この芯のところを、はい、輪切りにします。思いっきり、うん、そしてこの後にこちらはざく切りにして冷凍したり、そのままポリ袋に入れて冷蔵庫に入れたり、それ漬物を作ったり、それぞれ楽しみたいと思います。はい、ということで今日はこちらを主役にしたいと思います。おお、かわいいでしょ。輪切りだからこそ綺麗ですね。でそしてでこれだけだとちょっと泥とか土とか入ってると洗えないので、まず半分に切ります、うん、これね、うん、ここのここが成長点、ここを普段は取って、ちょっと見せてみましょう、うん、あそこですね、はい、ここは必ず取り除いて、うん、葉っぱはね保存するといいんですよ、はい、ここもでも栄養たっぷりで美味しいので今日はここを楽しみますよ。洗ってきます、はい、で今日綺麗じゃない。綺麗、ね、なんか泥まみれになってる白菜だとと洗うの厳しいかもしれないので外してください。今回これめちゃくちゃ綺麗で ね、しっかり洗ってくれてるので、まあ、こう広げながら、ちょっと面倒くさいですけど、うん、よくこの中に入っている汚れをね落として水気をよく拭いていきたいと思います。はい、はい、洗ってきました、はい、よく水気を拭きました、はい、結構私大胆に切っちゃったからこの辺に切り込みを入れたいと思います。おう、そうすると火の通りが早いし食べやすい、はい、こういうふうに、こういうふうにね、こういう感じ、はい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 、こっちも葉っぱが切れないように葉と葉の間ぐらいに入れてください。あ、葉と葉の間ね。そうそうそう、この葉の間、うん、葉の間、うん、あ、そういうことですね。そうするとポロポロこぼれないっていうか落ちないね。おさあこれをねステーキにしますよ。おお、そうなんですね。ね、ヘルシー。じゃあやっていきますよ、はい、火をつけます。フライパン温まってきたのでオリーブオイルを入れます。はい、シュイー、このぐらいまず入れて、うんうん、入れますよ、はい、シュイー、すごい分厚く切りすぎたか、すごいね迫力。このまま蒸し焼きにしていきたいと思います。あ、そうか、少し丸かな微妙ですけどまあいいでしょう。このままじっくり焼いていきます。あ、じゃあ火加減弱火ですか。中弱火ぐらい、中弱火ぐらい、はい、白菜から水分が出てくるのであんまり弱火じゃなくても焦げつかないと思います。はい、はい、うん、6分ぐらいかな。まだちょっと蓋閉まるようになってたもん。繰り返してみます。はい、じゃん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 、うわ、なんとすごい、そういうことか。白菜の花が咲いております。重たい。あ、いい。うわ、これは。うまそうですね。そして、うん、裏返したらニンニク半分に切ったものを入れてさらに香りをつけます。はい、で、追いオリーブオイルをします、はい。白菜の花の切れ目にオリーブオイルを入れるような感じ。うん、でちょっと追いオリーブオイルを贅沢に入れてみたいと思います。はい、周りもね、ちょっとニンニクの香りを出したいと思います。うん、よし。そしてまた蓋をして6、7分かな。お、蓋が閉まるようになってきた。加熱します。はい、はい、6分、裏返して6分焼きましたよ、開けますよ、はい、
そのこのかガーリックの香りも見てほら、美味しそうに香ばしく、最高。美味しそう。これすごいでしょ。すごいね。ちょっと盛り付けよう。はい。この切れ目入れたのがね、ちょっといい感じになってますよ。食べやすそうですね、切れ目入れた方が、うん、ほら、裏側も、いい、裏もいい、ジューシーに焼けてます。どんどん全部元の形に戻そうか。これまあ大体6分、6分ぐらい焼いたかな。裏表、表6分、裏6分ね。ちょっとガーリックをこの辺に、はい、で、ここに焼いたこれうまそうだ、オイルを、うわかける、うん、旨味たっぷり、はい、そしてここにまだ塩味つけてないですから、まあこれね、塩と、うん、ガリ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 、はい、胡椒と、うん、あ、これ熱いうち食べたいですね。はい、完成です。あ、すごい迫力。うわ、そう、白菜の新ステーキ。おお、芯ね。はい、芯の部分。はい。はい、味見していきます。白菜の花畑。本当だ。ちょっとじゃあこれで。どうやって食べればいい？切ります。うんうん。もう、ほら。おおお。シャキッとしてるんだけど、おお、香り。今日は芯の部分がね、主役なので、どうこちゃん。かぶりついてください。あ、ガブッと。はい、ガブッと。この。じゃあ、ガブっていきます。はい。あ、こ。うん。うん。うん。うわぁ。この芯の部分がもうみずみずしくて。うん、みずみずしいったら、うらしら。めちゃくちゃ甘いです。うまいね。なんかうーん、トロトロじゃないんだよね、うん、もうシャクシャクだけど、なんか新しい白菜のね、食べ方発見しちゃったね、うん、甘い甘い。これは食べ応えありっこ。ジャパンジャパン。ちょっと小さく本当に、これなんか塩だけだから、お好きな塩、うん、文字を舞いそう。あ、文字を、あった、あ、美味しいです。いいですか。あ、あとでつけるのもいいかもね、うん、いただきます。うわ、うん、お花畑が崩れて、このガーリックの香りが最高に、すごいね。わおわおわお。わおわお。一番甘いのはこの芯のところですよ、うん。めっちゃ水分含んでて甘いです。うわ、文字よい。で、ガーリックの香りだから、まるでペペロンチーノを食べてるみたい。うん、香りが。うん。うまい。これ新鮮な白菜見つけたらぜひやってもらいたいね、うんうん、成長点を先にストップして保存もできるし、うん、なんかサプライズ料理、うん、ほんと美味しい。